こんにちは。こんにちは。ナポさん。はい。こんがらがってるね。はい。はい。大丈夫です。こんにちは。はい、改めまして。はい。五人子育て真っ最中、働くママ経営者、森山直子です。よろしくお願いします。すごい。5人だったの？そうなんです。ベンチの時は、お二人。ね、はい、あれは5番目と4番目を。あ、そう。下の二人。はい、あ、そうでしたか。先輩。はい。尊敬しちゃう。すごい。ありがとうございます。今日は、はい、私はエクステのお話をね、少ししようと思ってきてます。はい、私のやってるお店でもエクステメニューになってまして、うん、あの、皆さんエクステって経験されたことありますか？全然知らない。はい。わお。もちろん。わお。メンズもあるんですか？あ、ありますよ。最近メンズエクステ流行ってます。うん、そう。ちょっと待って。つけまつげの話？そうです。つけまつげ。今日いろんなものがあるんですよね。そうなんです。エクステ。男性はしないんでしょ、まさか。いや、多分しないと思いますけど、人によってはいつもそうなんです。最近あの印象を良くするために男性もあの営業の方とか男性らしいエクステが目力だ、はい、目力重要ですね。今日は後であの皆さんの前でもエクステちょっとこんな感じでつけるんですよっていうのを試させていただこうかなと思ってます。で、今エクステってあのつけるときやっぱりお客さんたちはみんな目をつぶってしまうので、どうやってつけてるんだろう、わかんないですよね。すごいわかんないと思うんですよね。だから今日は後でやってみたいと思います。で、最近のエクステの毛ってすごい長さとか、太さ、いろんなのが出てまして、本当に日々エクステの品質だったりがあの進歩してる感じですね。で、お客さんが選んでもらって、今日はナチュラルな感じでいきたいとか、今日はパッチリ目力をつけたいとか。すごい。それつけたらどのぐらい持つの？ですね、人にもよるんですけれども、大抵3週間ぐらいと思っていただければいいかなと思います。こうやってお顔洗ったりしますよね。そうです、そうです。大丈夫なんだ。大丈夫なんですね。すごい。一応お客様にはオイルクレンジングはやめてくださいっていう形でお話はさせていただいてますけれどもね。私かわいいのついてるんだけど。そうなの？まつげですか？あ、私は今つけてるので80本ぐらいですね。80本。はい、1本に1本の毛をこういうふうにつけていくんです。重ねてつけるんですか？毛に毛をつける。自分の毛にエクステの毛をこう、重ねるようにして、で伸ばす。そうなんです。これがアングリアイテム。そうなんです。なんかつけ放題とかのメニューですと200本とか、片目に200本とかつける方とか。どんだけバサバサじゃないですか。あのつけまつげするとさ、ちょっと違和感あるじゃない？金さんドキドキしてます。それはないの？全くないですね。今あのエクステの毛も一本一本があの反り返りがないように、ちゃんと自分の毛にぴったりくっつくような、そういうエクステの毛も開発されてまして、根元からノリがつくことで、あの持ちも 30% ぐらいアップするって言われてますね。すごい。で、今最近の流行は細い毛をたくさんナチュラルな感じでつけるのがすごい流行ってますね。あと目尻を長め、こう垂れ目ちゃんみたいな、ね、そうですね。今日こんなのも持ってきたので、その間に準備をしてみます。ちょっと iPad の方に、よいしょ。これ、エクステ状態。そうです。あのまばらなまつげがエクステをつけることで、ちょっと今 iPad の方にね、そうですね、はい、綺麗な写真を見ていただいてますけど、で今日はこんな感じで毛がいっぱいついてまして、それをこれ自分の毛だとします。そしたらこう1本に1本ここ真ん中につけたんですけど、わかるかな。ちょっと見せて。緑の毛を生やしてみました。わかりやすい。なかなかラジオでは伝えにくいんですけど。そうですよね、はいはい、あ、でもほら、そう、あ、映ってるかな。キリンさんの髪の毛の黒いところに、はい、こんな感じの毛が1本に1本ついていくのがエクステの技術なんです。これは細かい仕事だね。そうですね。これを200本とか1時間半ぐらいで200本つけ終わる。1時間半、はい、そうするともう入ってきた時と出ていく時と、もうお客様の顔もキラ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 しちゃって、気分が変わるよね。そうです。化粧を落としても目力だけはしっかりあるぞみたいな、うん、
ぜひチャレンジしてみたいわ。でもぜひぜひよろしくお願いします。楽しみ、どんな顔になるかしら。そうですね、また次回は私にできること、はい、知っていることをお話しできればいいななんて思ってますので、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。すごい、初めて見た。伏せて、うん、髪の毛にこうやってつけるのは知ってたの、うん、まつげにまつげもあるのは知ってたけど、ああいうふうにつけるのは初めてでしたね。確かに目つぶってたら分かんない、分かんないですね。